曜日最初はこちらのコーナーからです。皆さんご一緒にテゲウマクッキー。さあ今回もですね、今回もですね、あのそうめんメニューなんですけれども、今日のそうめんはこうツルツルっといくタイプじゃないそうめんメニューでございます。はい、なんかもう万田久子さんがねこう離れないんですけど大丈夫ですか？今言うの我慢してますか？目がこう来てたんですけど。さあでは皆さん、テゲウマクッキーご覧のね VTR テゲウマクッキー。ご紹介いただくのは寿司どころやしおの瀬戸裕次郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬戸さんも初登場ということで、はい、またね今後もいろいろ教えていただきたいと思いますけれども、さあ初回の今回、どういったメニューを教えていただけるんでしょうか？今日はそうめんを使った巻き寿司を、作っていきたいと思います。家庭に眠っているそうめんが巻き寿司に変身するということですね。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。では材料です。そうめん4束、エビ8尾、しそ、焼き海苔が2枚、みょうがときゅうりが1本、味付けしいたけ 60g、小ネギは適量です。ウニソースは卵黄2個、ウニ 60g、かつおだし 60cc、濃い口醤油が少々。漬けだしはかつおだし 400cc、薄口醤油とみりんが 50cc です。ちょっとさ、まずはそうめんの下準備ですね。はい。はい、後で巻き寿司にするときにまっすぐ巻きやすいようにするためにそうめんの片方を縛ります。この止めた状態で茹でて、はい、茹でています。今日はですね、もう事前に準備していただきましたが、これがその状態。この状態になったら、このお出汁にくぐらせて下味をつけます。かつお出汁8杯の薄口醤油1杯、みりん1杯の出汁ですね。でこれで冷蔵庫に直します。あ、もう冷やしておく。はい、冷やしておきます。はい、瀬戸さん、先ほど避けておいたそうめんですよね。はい、これを今から揚げていくんですね。はい、揚げていきます。はい、軽く手でほぐしながら揚げていきます。はい、だいたいこの泡がなくなるぐらいまでしっかり揚げます。こんな感じで揚げていけば、はい、いいということですね。瀬戸さん、こちらはエビですが、今日はもう下準備もしてきていただいてますね。はい、先ほどの合わせ出汁でさっと5分ぐらい煮て、そのまま氷水で冷ましました。瀬戸さん、続いてはウニソースですね。はい、ちょっと贅沢なソースになりそうですけれども、まず卵黄とウニをよく混ぜます。はい、大体このくらい混ざったら、はい、調味料、かつおだし、はい、そしたら湯煎にかけていきます。はい、やっぱりこうずっと混ぜてた方がいいですか？はい、なんか安心しますね。はい、色もちょっと変わってきましたね。はい、もうここからすぐ固まります。はい、あー本当だ、あっという間にとろみがつき出したら早いですね。はい、大体このぐらいの硬さですね。はい、もう全然最初と違います。はい、そして氷水をお願いします。冷えたソースを今度は裏ごしていく、はい、ということですね。はい、やっぱりここも一手間ですね。そうですね、大事なとこです。はい、ウニが入ってます。はい、わあ、すごい滑らかです。これでウニソースが完成した。完成です。はい、瀬戸さん、いよいよ巻いていくわけですね。はい、はい、そしたらまずそうめんから隙間がないように並べていきます。はい、半分よりちょっと上ぐらいですかね。そうですね、はい、大体このぐらいです。はい、そしたら薬味を置いていきます。はい、まず椎茸、今日はもう味付けされたものをスライスしてあるやつですね。はい、
エビはもう殻を剥いてあるんですね。はい、とここでウニソースを。あら、ここにもまた贅沢品が。中にもソースを入れるんですね。はい、とここで揚げたそうめんを手で砕いて、バラバラと、で巻いていきます。はい、よく見ないとそうめんって一瞬わからない感じ。はい、すごい断面も綺麗で出来上がりました。この後は試食のお時間です。瀬戸さん、完成しましたね。まあ、もうこの断面もすごく綺麗で、海苔のね香りもいいですし、まあ、今日はご飯じゃなくてそうめんを使った巻き寿司で、しかもこのソースですよ、ね、めんつゆとかお醤油じゃなくてウニソース中にもね入ってますけれども、なんか全然味の想像がつかないんですけれど、美味しそうな感じはする。いただきます。うん、中の具の食感がすごいいいですね。シャキシャキしてたりとか、あとみょうがとかしその香りがそれぞれふわっときますね。はい、このソースも湯煎して濃度をつけてるので、とろっとよく絡むんですよ。美味しいですね。いや、この食感風味ぜひ皆さんにも試していただきたいと思いますけれども、今回のこのそうめんの巻き寿司なんですが、はい、ポイントというとどういったところですか？今回の素材は夏の食材を使ってますけど、秋になったら栗だったりキノコとかでもいいですし、うんうん、ソースを変えていろんなものにしてもいいと思います。はい、皆さんもこのそうめんの巻き寿司、まあ、夏の食材だったりそれぞれの、ね、季節の食材でもまたぜひお楽しみいただきたいと思います。今回は寿司処やしおの瀬戸さんに教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も美味しくいただいてきましたよ。いや、美味しかったです。いや、普通の巻き寿司にやっぱこう見えますよね。で、普通の巻き寿司だったらお醤油をつけて食べるじゃないですか。で、そうめんで考えると、まあ、あのお出汁にねつけ出しますけど、あのウニソースですよ。いや、やばいですね。あれを見た瞬間みんなちょっとテンション上がりましたもん ね、 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 ね、それだけをもう今ご飯にかけたいっていう熱烈な意見があったねくらいで。でもよかった、それをご飯にかけなくて。いや、これ超えた、超えた、これこれこれで食べたい。さすがやしお。どうでした、あのそうめんを揚げたのもありましたよね。アメリカアメリカなんか入りました。いや、すいません、すいません、唐突に入りました。すいませんね、あの次のあのイベント告知の皆さんがちょっとアゼンとしてあ、あれでいいんだって。これが尋常じゃねえぞ。アメリカアメリカでも揚げた、揚げましたね、揚げましたよね、うん、あれの食感とかがもうたまんなくて良さそうですよね。そう、だから中の薬味だったりとか、ちょっともうお料理が台無しになるから。すいません、申し訳ないです、はい、あの中のね薬味だったりとかその食感とかもなんですけど、うん、本当にいろんな食感と風味が広がるんですよ。で、そうめんの巻き寿司ってご飯の巻き寿司よりもちょっと軽いんですよね、食べた感じも。だから巻き寿司ってなかなかご飯だと1本分食べれなかったりすると思うんですけど、そうめんのは、ね、確実に1本いけると思いました。うん、お店のレギュラーメニューにされたらいいんじゃないかなっていうぐらい。もう食べ行きたいですもん。食べたい、絵本巻きみたいに行きたいぐらいですもん。がっつりつけてもうこう行きたいぐらい。でもどんな料理でもスタジオには持ってこれないと思いますけど、これはいいんじゃない。いや、間違いない。巻き寿司持ってこられないでしょう。いや、これは巻き寿司これいけるでしょ。いやいや、もう作ってすぐ食べるのがやっぱ巻き寿司美味しいですから。テゲヤマクッキングでこれを見て家庭で皆さんやってみてくださいでしょ。やってみてください。皆さん、じゃあプレゼントに行きたいと思います。プレゼントご紹介します。
フェニックスシーガイアリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントいたします。 ありがとうございます。応募方法は番組の最後でありがとうございます。お知らせします。はい、寿司どころやしお、握りたての寿司を味わえる隠れ家的寿司どころやしお、職人との会話が弾むカウンター席、または個室感覚のテーブル席でお楽しみください。寿司どころやしおでも瀬戸さんがね握ってくださいますの で、 いいです、ね、皆さんぜひお出かけください。はい、以上てげうまクッキーでした。さあ CM の後はシティトピックスです。